はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日のアレンジメントはこちらです。ラナンキュラスとミスカーサスとドラスナとカスミソウとスイートピーのこう可愛いアレンジメントを作りました。でもっとプリプリプリティって言ってたんですけど、そしたらミスカンのラインを入れちゃったらちょっとかっこいい系もできちゃって、すごいかっこいいアレンジメントに、かわかっこいいアレンジメントに変身しました。はい、ぜひね、皆さんこれから、このレッスンを受けていただくんですけれども、ここのね、ここのなんだろう、ラマンキュラスのラインがこうデコボコにならないようにしてほしいのと、だんだんこう外側に向けてこう少しね、少しこう落ちていく感じがすごい可愛く見えます。あとこれね、よく動画見てもらうと、これからの動画見てもらうと分かるんですけど、高さが高すぎても低すぎてもダメなんで、高すぎると低すぎるより高すぎる方が結構今回はダメだと思う。ダメというかね、綺麗に見えなくなると思います。なのでこのブリブリ感を出すには、あんま高すぎないように気をつけてください。あとこのスイートピーのね、この入れるときに、このスイートピーがフリフリした感じでちゃんとこう入るようにしてください。でかすみ草のを入れるときも、まあ、動画見てもらえば分かるんですけども、これ動画を見るポイントとしては、このかすみ草のラインをこう僕細かくして一定にしてから刺してるんですね。でそのあたりの入れ方が結構ポイントになってくると思います。でまあ、一番最初のドラスナのね、こう入れ方とか、そのあたりも、ポイント、結構ポイントづくめです。このミスカンの入れ方もね、根元を刺して先っぽの方を U ピンのワイヤーを刺してからブスッと刺すんですけど、長さ調整はこっちの先に刺したこっちの方で調整するということですよ。はい、ではこれから動画始まります。楽しんで素晴らしい素敵なアレンジメントを作ってください。また添削で、まあでもね、レッスンだから失敗してもいいんですよ。失敗してもいいんで、失敗した作品もちゃんと添削に送ってくださいね。今のところ皆さんね、全員添削送ってくださってるんで、こう皆さんをね、全員受けてくださった方、皆さんを僕はこううまく上達させたいんで、ぜひアドバイスをしていきたいと思います。では頑張ってください。始まります。でまずこの赤いドラスナを全部こうバラしていただいて、1枚ずつにしていきます。でその時に、まあこのドラスナにこうやってよれてるところがありますので、これはこうやってしっかりと伸ばしてあげて、よれを戻してあげて、こういう状態にしてからレッスンをしていきます。いいですか。ね、これこのままやっちゃうとね、仕上がりが美しくないんですからね。はい、そしたらまずはここに赤いドラスナをカットして、でここにね、まあ、今回ね、いつも面取りしますけど、今回面取りしないでいきましょう。ドラスナを刺します。はい、そしたら、これ付属のねワイヤーがついてます。この20、これはごめんなさい、こっちでしょ、20、あ、ごめんなさい、20、あ、ます22番ワイヤーですね。22番ワイヤーをこう半分にカット、そしてさらにそれを半分にこうカットしたものを、半分にこうやって折って U ピンっていうね、こういう U ピンを作ります。こういうものですね。いいですか。U ピンを作っていきます。そしたらこのドラスナをこうぐるっとこう回して、これもうちょっとかぶつけ真横にこう刺した感じにして、ぐるっと回して、
あ、これホームの面取りしないのかは見てればわかりますここで U ピンで刺します。この U ピンで真横にこのドラスナを刺すためにこれを面取りしないで置きます。今回でこれも2枚くらいてか2枚をこうやってもう1枚こうやって刺してこれも中側にこう入れ込んで、ここの面の向こう側からね、まあ最初にこっち側を刺せばやりやすいと思うような気もしますが、実は、ここのね、なんだろうな、ここの部分の面、ここに空いてるこのフォームのこの部分を作ることが大事なんですね。だから、ちょっと後からやった方が綺麗に仕上がります。それでまあ少しこうやってあの目ループがね綺麗に仕上がらなかった場合はこっち側の U ピンで刺してない方を取って抜いてこうやって刺し直してあげるとここの部分のループを綺麗にループにこう丸く仕上げることができます。こうね、はい、いいですか。そしたらここで7キュラスからも取り出しますね。でもう今回はここに丸く可愛くラナンキュラスを配置していくので、だいたいそうだ、これ何センチって言っても何センチなの、20センチだから17、もっと短くだな、15センチぐらいなのかな。もうこう切って、一応ラナンキュラスも中ここ実は空洞になってるんですよ。ここ空洞になってます。なのでここにワイヤーがスッとこう入りますね。スッと入りますのでワイヤーを入れて刺します。でもうね短くだから本当にこれあんまり長く刺すと制動距離が長くなって結構大変なことになるので、こうギリギリぐらいで刺していっちゃいます。ほんと短くていいな、15センチはいらないな、10センチぐらいだな。あんまり長いとね刺しにくいです。多分これごめんなさい、最初のやつもうちょっと短くします。ちょっと裂いた時のことを考えて刺していきます。ですよ。
まああんまりね丸に挑戦しない人なんで、あの珍しい、これはもうすごくレアな光景です。こういう風に刺していきます。これですよ。後ろ側も感じですね。こういう感じで刺していきます。はい、そしたらここで、スイートピーちゃんですね、本当にこうこの短くこのくらいのサイズで、まあそうだな、 2つぐらいこうずつのこの長さにして、こういう長さにしていきます。もしかして、長ここの間が長ければもう 1パーツずつという感じですね。でこう刺します。その時にこのスイートピーちゃんを少しこうやってね、上にこう持ち上げてあげましょう。こうやって上に持ち上げて引きずり込まれるんですよ。だからそれをこうふわっとね、ふわっと外側にこう出してあげると全然アレンジの可愛さが変わります。いいですか、こうふわっと出すんですよ。ふわっとこれがね、こうなってる 下向く習性が、まあ、豆かぶんであるんですよ。これをこうやって上にこうやって上げてあげて、ふわっと刺す。いいですか。こうやって離れてる、1輪ずつが離れてるときはもう1輪ずつのパーツにこうします。こうやって1輪ずつのパーツにしていきます。でここの空いてるところに刺していくんですけど、ここのね、ここの
間も欲しいんですよ。だからここのドラセナちゃんはね、少しこう中でこう少しこう折ってあげて、ここに刺すスペースを作るんです。フォームのね、ここにフォームの刺すスペースを作るんです。そしてこう刺してあげると、まあまあ最悪ね、ドラセナの上からこう刺しちゃう人もいるかもしれませんけど、まあこうやってちょっと上げてあげればドラセナにブツブツ刺さなくても綺麗に刺せますので、こうふわふわにスイートピーをしていきます。こうですよ。でこのスイートピーはもうこうやって切り分けて、でこの手前側も穴開いてるところにこう刺していきます。でね、少しこの何だろうな、この器から少しこう垂れる感じの部分も欲しいんですよ。だからここの器から少しこう下にっていうか、まあ、極端に下に刺しちゃうとね、下にっていうと刺しちゃう人いるんで、まあ、下にね、そうじゃなくて少しこう器から少しこう落ちるくらい、器にかかるぐらいか、このように刺していきます。いいですか。これちょっとね、長すぎるとね可愛くないんですよ。このねフォルムがね大事なんですよ。ここの外観のこのフォルムが大事なんです。ここのね、いいですか。ちょっとフォルムから出てるから、こういう時は取って他に入れていく。これはちょっと刺せないな、もう。とりあえずこれでベースを作っていきます。はい、これでベースができました。
したらここに、ドラセナのレッドをまた持ってこの下側ですね、下側からこう刺してこれはね、ごめんなさい、丸めます。一回ホチキスで止めましょう。こうくるくるっと巻いて外観がちょっと壊れやすくなると思うのでホチキスでこう止めてあげてここの部分ですね、ここの部分に刺します。交差します。そうするとここのドラスナがこうつながっていく感じに見えてきますね。わかりますか？こうつながっていく感じに見えてきます。ここのドラスナのワンパーツはホチキスで留めたものを刺してます。でこの2つは最初に刺したドラスナですね。この後ろ側のね、こういう感じになってます。いいですか？後ろ側がこう、で前がこうです。いいですか？はい。そしたらこれにカスミソウを入れますね。もう今日はね、徹底的にブリブリをイメージしていきます。なかなかブリブリはやらないので。よく見といてください。ね、これね、ここに刺すカスミソウを刺していくんですけど、その時にね、このスイートピーを引きずり、内側に引きずり込んじゃいがちなんですよ。それを気をつけてくださいね。あ、これじゃ内側じゃ、ここ外側じゃなかった。全部カスミソウは一応ね、このね、外側に、ここの外側に刺していきます。カスミソウはこのね、外側に刺していきますよ。これね、こういうアレンジにすると、ボサボサにね刺しちゃう人いるんですよ。でもこういうアレンジはボサボサはねダメです。フォルムを、外観のフォルムが大事なんで、外観のフォルムを気にしないで走っていくと、とんでもないものができてしまうんで、
なんだこれ。いいですか。このね、今回のアレンジはこの緻密さがものを言います。毎回ね、こういろんなタイプのアレンジメントをやっていって、自分のね、こうやりたいレッスンだけを自由にこう選択できるのがこの単発講座のまあいいところなんで、こうやりたいと思うものをねやりましょう。その時によってほら気分も違うじゃないですか。かわいいのをやりたい時とかわいいのをやりたくない時ってあるでしょう。よし、よし、こういう感じでカスミソウとスイートピーとラナンキュラスのこのラインがねずっとこう入ったアレンジが出来上がりました。いいですか。スイートピーからラナンキュラスのラインから、あ、スイートピーじゃ、カスミソウのライン、からドラセナのライン、ラナンキュラスのライン、スイートピーのラインですね。はい、はい、これで終わりじゃないんです。これにこのミスカンサスが入ります。ミスカンサスはやっぱりこうやって癖をねちゃんとつけてあげて入れていきます。でここでもね先ほどのこの U ピンを用意しておいて、でここでこの途中にこの U ピンをここに刺しますね。いいですか。 U ピンをここに刺します。そしたらこれをねここの間にこう刺してフォームにこう刺したわけです。キュッとここにミスカンのループができますね。でこれが長い場合はこっちの刺した方じゃなくて最初の根元の方を切って、こうやって長さを調整していきます。いいですか。
ここでこう刺して。ここで U ピンをここの葉っぱに刺して、そしてここに刺します。感じです。いいですか？なんかだんだん宇宙と交信できそうなアレンジができてきましたね。プリプリプリティアレンジじゃなくて宇宙と交信アレンジみたいな。いや、プリプリプリティですよ。ここのね、ワイヤーをミスカンサスに刺して、この刺したワイヤーをこのフォームに刺すんですよ。やべ、超かっこよくなっちゃったよ。ワンサイドがうまくできません。ワンサイド、これオールラウンドです。ワンサイドはね、でもワンサイドの方が簡単だと思うんですよね。ワンサイドはほら、片面だからあんまりね、そのオールラウンドみたいに全部を気にしなくていいじゃないですか。だからオールラウンドができるんだったら多分ワンサイドもそんなに難しく、なんか難しく考えすぎなんじゃないかな、そう思うんだけど。うん、やばい、すげえかっこいい。これめっちゃかっこいいですよ、このアレンジ。あ、これちょっとプリプリプリピアレンジだね。めっちゃかっこいいアレンジに変わりました。5本ラインを入れましょう。これまたすげえ傑作が出てくるかもしれないですね。なんかね、作品ね、皆さんのね、作品ね、見てるとね、傑作が出てくるんですよ、すごい。超うまいのが。なんか、見本よりうまいんじゃないかっていうのが出てきちゃうしね。なかなか、すごい面白い傑作をしてるとね。はい、こちらで完成です。こちらで完成です。はい。ちょっとすげえかっこいいので、どうやって見せようかな。こう。上から見せたいな。こんな感じです。
あの超プリティアレンジを作ろうと思っていたら超かっこいいアレンジになってしまいました。はい、じゃあ後でこっちはお見せするということで、こっちのカメラを一緒に止めます。